メリークリスマス。小林正美です。息子を呼べろ。小林正美ちゃんのアシスタントをやって18年。今日は奥多摩に行って魚釣りをしてきます。頑張るぞー。 OK だな。私初めてだよ。初めてですか。だいたい3月初め頃に来るで。コロナもあったしよ。だから出なかったしよ。20何箇所あるんだよ。そんなあるんですか。そんなあるんだよね。で、だいたいもうなんでって来てるから、もうどこにいるどこにいるって分かるんだよね。ああ、学校だなって言ってこうつってさ、もういい加減に飽きてきたら、こうそっていっぱい飛んでさ、それでガーッと寝ちゃうんだ井戸川の音を聞きながらさ。はい、さあ、やっぱり寒いな。ほら、来た来た。お酒持ってきたんですか。あ、酒屋持ってきた。持ってきた。まあ、マッスルも本命だけども、第二本命だ。逆じゃないですか。で、飲みながら、川の淵で、せすらぎを聞きながら、いっぱい飲んで寝ると、少し。それが一番いいんだ。このウラ行くとね、なんてだね、このウラかな、飲み屋がいっぱいある。2、3軒、5、6軒かな。そこでも飲んだから。前はね、これずっともう全部店屋だったんだよね。これさ、今もうなくなっちゃったよね。もうこれ後継ぎがいないってほとんど辞めたらしいよね。改札から出るシーンと着いたってセリフがある。ここからだ。ここからだ。着いた。あ、着いたぞ。着いたぞ。着るぞ。はい。でね、心しきするのに蕎麦がうまいんだよな。でもね、今やってるから、やってるだろうな、帰りあったら食べよう。そこで、もうすぐそこだね。この橋を渡ってちょっと行ったらもう場所で。外だから、それを狙ってくる。あそこら辺紅葉してるね。この辺紅葉してるはずだ。これ綺麗だね。これ綺麗綺麗。これこのね、ここの谷を見てくるのもいいよ。こうやってここThank you.
来てる来てる、船落ちたな、一人こっから見えるんだよね、魚見えるんだよね。釜の前でいいよ。さあ始まるぞ、さあ始まるぞ。さあ始まるぞ、あ着いたぞ、頑張るぞ。ここで番号書いておきましたからね、はい、27から30の間で、はい、あ、なんだろう、27から30までって、あと他は釣れないの、やっても構いませんが、今日魚離した場所の番号になりますので、はいはい、ああそう分かりました、はい、はい、どこで釣ってもいいってさ、ただ27から30までが話すんだってさ、うん、はい、逃げてきた飯をさ、ここ着いたら食べるで、それからよ、おもむろにゆっくりやる。おにぎりめっちゃうまい。食べられねえな。川の音を聞きながら。ある時にやっぱり俺その頃やはり俺あんまりこれ人前であまりやらないから。外出て行ったことある。もうああ臭いなと思ったけども、トイレ行く前にもう暑い、ある時暑かったからさ、ああそうそう涼みながら行こうって言って、ダッと出たらね、夜のね、あの9時くらいかそこらだったね、真っ暗だね。でああと思って一発バーンとやって。ふっと見たら目の前でキスしてんだよ。まあそのカップルからしたら家から家からおじいちゃんが出てきて屁かまして帰ってきやがったみたいな。特大の大きいやつやったからね。ブカーンとやっちゃったけど思い出してさ、あーと思って笑っちゃってさ。始めましょう。始めましょう。ダメだね、もう行こう、もう行こう、もう来ないよ、いねえなおい、そんなはずねえな、
と切れちゃった。ある切れちゃった。さっきそこで釣ってさ、あげておいてさ、そこさ置いてもう一匹釣ようとってここさ置いておいたっけさ、なんぼ探してもいねえねもう。この辺に置いとねえの、この辺なの。この辺置いたっけ、もういなくなっちゃった。ここで釣ったんで。ここで。この辺に置いたと思ったんだな。この辺に置いたんだよな。石にぐるぐるって絡めて見えなくなってんだよな。魚ね、これで泥になっちゃったんだよな。泥っこになっちゃった。これ、お客様にご案内いたします。ただいまから午後の放流を行います。放流する場所は、餌釣りのお客様、26番から31番までに放流いたします。にどこだ、30番だか。これも出てくるの。ああ、まだおる。いいだろそれ。いいよそれだ。いい、大丈夫だよ。はい、ニジマスだ。よいしょって。いいよ。